ということで今日はルームツアー第2弾を紹介したいと思います。実は模様替えをしたんですけども、こんな感じで新しくIKEAでボードを買ってきました。こんなに身長も高くないんですけど、いろいろ入っていいです。テレビを収納するテレビボードなんです。こんな感じになっていて、音響施設もこんな感じで、スピーカーが2台あります。あとちょっとおすすめしたいのが、ペット飼ってる方いますよね。ペット飼ってる方とかって外で外出先でエアコンがついてなかったりすると、夏場すごい暑くて心配になったりすると思うんですけども、そういう時に使える eByHomeだったな、こういう家でちょっとルームシェアリングだったのかな、お部屋のものを外で操作できるものを買いました。あとはここら辺見てほしいんですけど、フィギュアです。フィギュアで、フィギュアの隣にいるこの子は、おっぱいを割れしてしまったんですけど、胸を。この子は、洋服のコーディネートもすごい考えやすいですし、あとは洋服作ったりとかもすごい好きなので、それで使っています。かわいい子です。一緒にちょっと一つ紹介したい。今ちょっと DJ の練習を頑張っていて、音楽がすごく好きなので、DJ の、じゃじゃーん、機器があります。こんな感じで。ちょっとご紹介、そのうちできたらいいなと思っています。あとは収納も全部ここに入れていて、コード類とかゲームもここに入れたりとかしていて、見えないようになってるので、中が少しこういうごちゃごちゃってしちゃうのになるじゃないですか。これって実際なんか巻いたりしても結局ごちゃごちゃしちゃうような、コード類とかもここに入れることによって全部見えない収納をしています。ちなみにここもお風呂用のタオルはこうやって巻いて小さくしてこちらに入れています。全部ここにお風呂系のものを収納していて、見えないのですごいお部屋が綺麗に見えます。ということで、まず1個目の変更点はテレビボードを買ったことによってお部屋がすごく広くなりました。こんな感じになっています。じゃあ次の場所行ってみます。はい、2個目はダメになるソファーです。これめちゃめちゃダメになるんですけど、お部屋の一番中心のカードに置いています。こっからテレビをそのまま見ています。すごい落ち着くんですよ。本当にめちゃめちゃ落ち着くスペースで、さっきちょっとマッサージ動画を撮ったんですけど、マッサージ動画でちょっと撮ったようなマッサージもすごいできます。ここでマッサージしつつテレビを見てくつろいでいます。ここすごいいいスペースで、このね、角感がたまらないんですよ。角だからそのまま寝ちゃったりとかも全然するし、いい、ここ本当にすごい落ち着きます。ということで、ここのスペースのちょっと紹介だったんですけど、2個目このダメになるソファーですね。新しいものをまた新調して、ちょっと柄は一緒なんですけど、新しいものを新調して、新しいやつふかふかでいいです。2個目の場所のリビングのちょっと端の部分の紹介でした。はい、じゃあ次の場所を紹介したいと思います。逆側ですね、逆側紹介します。はい、3つ目の場所の紹介はさっきあった人がダメになるソファーの前にあるスペースなんですけど、ここで今は YouTube の作業をしたりしています。前はベッドでやっていたんですけど、こんなに広いテーブルが来たので、今ここを使って作業しています。ちなみにこれ、この白い枠があるんですけど、この白枠のところは下敷きみたいになっていて、何も切れないものになっているので、結構いろんな洋服作ったり資料を作ったりする時とかもカッターそのままここ使えるようになっているので、すごい楽です。ちなみにこれだけ取って、なんという贅沢なっていう感じなんですけど、ベッドの上に置いてベッドでご飯食べたりとかもできるようになっています。すごい黒を基調とした部屋になっていて、結構男っぽいインテリアになってるんですけど、私も前は結構白がすごい好きで白系のものを使っていたんですけど、今なんかシンプルって一番いいなと思って、すごいシンプルなお部屋になりました。ちなみにここはこんな感じで伸びるようになっているので、ここでご飯を食べること、あとはテレビを見ることもできます。ご飯を作ったとか、ここに持ってきてここでご飯食べて作業してテレビも見てっていう、すごい最高な環境です。うちの作り的にどこもすごい最強な作りというか、そういうようなインテリアを心がけているので、
何が最強って、ダメになる具合が最強な部屋です。ちょっともう一個補足で、ここの下こんな感じでペットがいるんですけど、今ハイネズミくんが寝ています。すごい無駄なスペースがないようになっています。こんな感じで下はペット用品の収納ができるようになっています。はい、ここはハムスターゲージになっています。ちなみに左にあるのはバルミューダという加湿器です。これめちゃめちゃよくって、前というか歌手活動を今もしているので、喉が枯れないようにと言いつつ、今もちょっと枯れてるんですけど、枯れないように加湿器は必ず家に2個あります。後で紹介したいと思っています。このハムちゃんゲージすごい見やすくなっています。で、中もすごいこだわっていて、隠れる場所が3つぐらいあります。ハムちゃん今どこにいるんだろう、開けてみようかな。多分出てきてくれるはず。もちーもちくんもーちくんもーちくんもーちくん、何って顔してる。おもちー、これ食べる？見える？あ、来た。うん、おいしいね。かわいい、ペロペロしてる。はい、おもちは今生後多分もう2年ぐらい経ってるようでして、ちょっとこの頃お元気ないんですけど、長生きしてほしいなと思います。で、言われたんですけど、あのお友達に買った時に何年目なのかを聞かずに買ってきたんですよ。結構売れ残りになってた子で。でも可愛いよ、おもち君は。お目目がなんかきつい顔してるように見えるんですけど、すごい優しい子です。舐めてる。もちそれ舐めるとこじゃないよ。おもちくん、おもちちゃんなのかな。かわいい。はい、ということで、なんかペット紹介みたいになっちゃったんですけど、おもちくんでした。またね、おもち、ちょっとごめんね、次の場所紹介してくるからね。はい、ということで次の場所の紹介に行きたいと思います。ではでは。はい、ここがベッドルームです。前とちょっと変わった点といえば、なんと2台目のテレビがあります。帰るお友達がいて、テレビも使わないということでもらったので、テレビが 2個ある作りになっています。ちなみにあっちはテレビが映るんです。こっちはテレビ映らないので、プールとかあのネットフリックスとかをここで見るようにしています。前はここでね、なんか YouTube 作業したりしてるよったんですけど、今はもう机があるので机でやるようにしていて、ここはもうベッドルームって感じになったんですけど、すごいいいのが、ここでもうテレビがこのまんま見れるんですよ。このまんまテレビ見れるのが最高だなと思いますし、あとは収納が増えましたんで、またここにアクセサリーを入れています。ちょっとなんか女の子っぽいものいっぱいなんですけど、少しチラ見せでこんな感じでアクセサリーを入れて、さっき言った加湿器2個あるって言ったんですけど、ここに加湿器があります。すぐね、喉潤うように寝るところの近くに加湿器を置いています。あともう一個おすすめで、これさ、すごい良くないですか。右。いいか、可愛くないですか。ジョジョのキャラなんですけど、これ今使ってて、これはあの こういうとこから全部引っ張ってきてるんですよ、裏から。そういう時にやっぱここ壊れちゃったりとかするとすごいめんどくさいですし、まあ、買い直さなきゃいけないんで、結構おすすめです。コンセントっていうか USB とか携帯充電のここにつけておくと可愛いですし、ここがね、ぐにゃぐにゃしない、切れない、断線しないのでおすすめです。でボディクリームも常に置いていて、インテリアにもなるし、いつでもマッサージできるような環境になっています。あとちょっと手前に行くんですけど、ここにもう一個、あのこれなんて言ったらスツール、中にいろいろ撮影用具が入ってるんですよ。こんな感じで撮影用のものが入ってるんですけど、スツールが置いてあるので、このスツールいいのが乗れます。でベッド今セミダブル使ってるんですけど、よりもっと広くここに乗ってもいけるので、このまんまこんな感じでテレビ見たりしてます。撮影でよく出てくるハリちゃんです。ということでベッドルームの紹介でしたけども、今回は2回目のルームツアーいかがでしたでしょうか。はい、今回はちょっと模様替えをしたので、いろいろな紹介ができて楽しかったのと、前回ちょっと紹介できなかった収納の仕方なども紹介できました。
皆さんもぜひもしこの動画を見ていいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。白雪りらでした。またね。バイチャしたっけね。